ええー、こんにちは。そ即つ則のコブです。今回はネットワークビジネスの必勝法についてお話したいんですが、まあ、アムウェイのね、会員さんがやってる方法ってのは、これはゲノゲなんですよね。やっぱりアムウェイの会員さんでいい人って、まあ、ゼロと言ってもいいくらいいないんですよ。まずは、不労所得とか権利収入っていう言葉を流行らせたのは、本当に迷惑で、アムウェイの会員さんでどこまで上に行ってもね、むちゃくちゃ働いてるんですよ。で、 それによって得た収入は、ま、一人は高いんでしょうけども、とにかくね、ダウンラインが多ければ多いほど、その人たちのサポートしなくてはいけないんですよ。逆にね、不労所得っていうんだったら、サポート全くしてませんよって形ならいいんですよ。でもダウンラインの方が全然儲けることができないし、新規の契約も取れないしっていう感じで、困ってる時に、やっぱ放置するんですかって話じゃないですか。そういうサポートをいちいちしなくてはいけないんだったらとてもじゃないけどね。 これは不労所得とも言えないし、権利収入でもないし、ダウンラインを抱えれば抱えるほど、サポートで自分の時間や人生が奪われていくことを、ちゃんと喋らないといけないかなと思うんですよ。あとはね、これ、アムウェイの会社自体が何か指示を出してるってことはないんですよ。これが巧妙なんですけども、会員さんの,その独自のスキームが、つまりアムウェイの見えてる姿なんですよね。どこまでアムウェイの会社の方が否定しても、会員の手綱を取れてないんですよ。 このアムウェイって会社自体が。で結局はどの会員がそういうふうな違法性のあることをやってるのか分かりませんって逃れる腹なんでしょうけどもその会社の会員ですからねうん、まあ、大きな責任があると思いますよね。じゃあアムウェイの会員さんが利用規約もちゃんと読まず法的知識もあやふやのままで活動してることを野放しにしてるってことじゃないですか。もうそれはねアムウェイの会社の統率力のなさとか うん、まあ指示伝達能力のなさっていうとね、とてもじゃないけども、組織を運営していい会社だと思わないですよね。まあ、せっかくネットワークビジネスっていう素晴らしいビジネスモデルがあるんですよ。素晴らしいビジネスモデルなんだけども、これを使いこなせない人を会員しちゃダメですね。まあ例えば、紹介をたくさん出したんだけども、自分の収入が数千円とか数万円しかないみたいなね。労力に全く見合ってないような労働を会員さんに押し付けて、しかもその会員さんから生まれた ダウンンラインっていうのはもっと稼げなくなくるわけですようんだから本当の不労所属を実現してる人がいればいいんですけどもこれがね皆無と言ってもいいんですよね誰かいるんだったら「はい私です」って言ってくれればいいんですけどもじゃあアムへの活動全くしてないんですかって感じですよね商品自分でも買ってるでしょで新規の会員さん勧誘してるでしょプラス誰かからヘルプ求められたらサポートするでしょってことなんですよどこが不労所属なんだと思いますよね うん、まあ、まさにね不労所属ってのはまあ、ほとんどありえないんじゃないですかそれこそ YouTuber みたいに動画を一定期間撮っといてあとは動画の活動してませんって言ってもね過去の動画がずーっと広告収益とかコンテンツ収益をもたらしてくれるって形ならいいんですよあとはアムウェイはその権利収入とかね不労所属ってのはありませんとどこまでいってもちゃんと働いてますよと何言ってるんですかってサポートも細かくしてますよ みたいなこと言うんだったらいいんですけども全く逆なんですよね。しかもこれが巧妙なのがアムエの会社がそういうこと言ってるわけじゃなくて会員さんに言わせてることなんですよ。で、会社にしてみたらそこまで感知しないというかもしれませんけどもそのコミュニケーションが下手だったりネットワークビジネスとかそもそもビジネスが下手な人がねこういうことをやりそうだっていうのはもう事前に予測を立ててそうならないような教育を会員になる時にするべきだと思うんですよね。うん、だから歴史ある会社にしてはものすごくねお手つきが多いなというところですよね。 まあ、とにかく、アムエの会員というだけであの、悪い人ばかりだと思った方がいいですね。悪い人ばかり。だからそういう文化を作ってきたのがアムエの会員さんなんで、こう言われても仕方がないと思うんですよ。ただね、ネットワークビジネスに関わる人が全員悪だっていうふうに、もしくはほとんどの人が悪だっていうふうにね、うマルチだとかね、なんかこうネズミ講に似てるとかって言われるってことはアムエの責任だと思いますよね。きちんと真面目にネットワークビジネスが成立してる人もいるんですよ。コミュニケーションが上手でね。 いやいや、不労所くなんてとんでもないと。毎日額に汗して、働いてますよってサポート走ってますよ。って言えれば、あやっぱり稼ぐって大変なことなんだなと。その大変なことを責任を持って自分はできるだろうかと。そして甘い言葉で誘うんじゃなくて、こんなに結構辛いこともあるよと何々さんには、あの、ちゃんと話すけども、何々さんは多分コミュニケーション下手だし、新しい会員さん取れないと思うから、自己購入が膨らんできついと思うよっていうことね。ちゃんと言いながら、それで、 いや、でも自分はやってみたいんで、半年か一年か分かんないけど、ちょっと挑戦してみますっていう風なところだったらいいんですけどもね。それこそ、あのこういったネットワークビジネスとか、紹介ビジネスに向かない人まで会員に引き入れて、自分の、あれでしょペイが、あの、ツッペイになればいいや、というところで、結局、自分の知り合った大切な人間、人生ってのを自分のカモにしか持ってないんですよね。もちろん、 半分は心の中でね、この人もうまくいけばいいのになと思ってくださってると思うんですよ。でも、正直自分の支払いがペイできれば、もう別に自分のダウンラインにつく人は誰でもいいってところがスタートラインでしょ。だから誰かを幸せにしようとか、誰かを救ってあげようとか、誰かに自由な暮らしを提供しようなんて思ってないんですよ。そもそもできてないんで自分で。自由な生活とかね、安堵の人が言うほどやってないでしょうと思うんですよね。本当に不自由でかわいそうな、 暮らしししをみんななでしてるような気がしますけどね少なくとも私が見てる人はそんな人ばっかりだったんで、アムウェイのせいで、ネットワークビジネスの、ね、イメージが悪くなるんで、もうアムウェイの活動みんなやめればいいのになと思ってますよ。下手なんだから、本当にコミュニケーションが。下手すぎるんですよ。下手だからアムウェイに入っちゃうってところもありますけどね。罪深い会社じゃないですか。うん、業務停止命令がね、下,下りましたけども、永遠に業務停止したほうがいいですよ、こういうところは。で、アムウェイの会員さんはまだねあの、詐欺の ICO ビジネスとかに行けばいいんじゃないですか。 うん、そのぐらい格が低いと思います、あのの人は。格が低すぎる。<laughs> ただそれだけですもん。いってらっしゃい。